こんにちは、みきまるです。今日はこちら島村へ行ってきたので購入品を紹介していきたいと思います。それでは早速スタート、はい、今回は島村へお買い物に行ってきたのでご紹介していきたいと思います。週末島村へ行ったんですけれども、いろんな商品がすごくお安く値下がりしていました。今回私が島村で購入してきたものは、お正月休みに入った時に部屋でリラックスして過ごすためのお洋服みたいな感じのものをたくさん購入してきたのでご紹介していきたいと思います。まず最初にっていう紹介する前に、もう今ね超やばいことが起きていて超やばいわけではないんですけど、それは何かと言いますと、首が動かない状況になっております。今これを説明すると結構長くなるんですけれども、聞きますか喋りますけど、あのね、換気扇フードを私リメイクしたんですね。あのまだ見てない方はこちらに載せておきますのでぜひご覧ください。はい、でリメイクした時に、その何日か前にお出かけをして帰ってきて、その日夜寝て、次の日なんか背中がすごい痛いなって思ってたんですよ。でもまあそのうち治るかなって思ってたら、どん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 それがひどくなってって、ピークになる手前にリメイクの動画を撮ったんですね。それでも別にその痛さが悪化することなく、ちょっとずつは良くなっていったんですけれども、もうまさに昨日ですよ。昨日ちょっと夜お出かけをして帰ってきて、今日朝起きたらもう全く首が言うことを聞かないというか、もう痛くて痛くて、何これ、何なの、寝違えたのかな、寝違えたっていう感じ。少し前の時の痛みは寝違えたというよりは、なんか何だろう、捻挫ムチ打ちみたいな、なんか見違えたのとはちょっと違ってたんですよね。で今回はもう完璧にこの筋が、ここの筋が、なんて言ったらいいんだろう、後頭部からこの肩甲骨の後ろのラインに向かってピーンと痛いみたいな感じになってるんです。もう最悪、様子見て明日で行こうかなとかって思ってる今日この頃です余談は置いといて、購入してきたものをご紹介していきたいと思います。今回は先ほども言ったんですけれども、冬休み、あのお家でね過ごす時間が多くなると思うので、お家で着ていても窮屈にならないようなお洋服やリラックスできるお洋服みたいなのをちょっと探してきました。まず最初はこちらに今私が着てるものになるんですけれども、ちょっとねなんかスノーボードのウェアみたいな感じにも見えるんですが、こんな感じですね。フリースの切り替えパーカーというものになります。こちらは L サイズを購入してきました。お値段が1900円から1200円に値下がりしていました。ここがね本当にこうフリース素材で、ちょっとここはねナイロンになっているんですけれども、めちゃくちゃあったかいです。後ろにフードなんかついてる、後ろにこのようにフードがついていて、ここに絞れるアジャスターがついています。袖は本当にたっぷりとした感じになっていて、手首のところでゴムが入っていてキュッと締まる感じになっています。もうねリラックスタイムにはこういうのがいいんじゃないですか。前が全てジップになっているわけではなくって、ちょうど鎖骨の下ぐらいまでジップがついていて、上げることもできるし少し下ろして着ることもできます。背中にラーメン食べに行こうとか言われても、あいいよって、ワーク軽く出ていけそうなお洋服ではないでしょうか。はい、こちらです。裏起毛テーパードパンツ、お値段が819円です。私は L サイズを購入してきました。形
ちもねすごくいいし、ウエストはゴムになっているんですけれども、こちらに紐がついているのでキュッと縛って着る感じになります。めちゃくちゃ動きやすいパンツです。なので仕事でもね全然使えるかなと思います。もちろん家の中でも着ていても窮屈にならない感じです。黒のパンツって本当に何度も買っちゃう。めちゃくちゃいいよね。グレーとかもあったら欲しかった。裏起毛になっているのですごくあったかいです。カジュアルにも履けるし、かっちりした感じでも合うと思います。はい、こんな感じです。今日はどうしたの、あっちゃん。にゃ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 言って、お次はこちら、ロング丈のキュロットスカートになります。こんな感じのね、よくあるタイプのものだと思うんですけれども、こちらも中が裏起毛になっています。お値段が819円で L サイズを購入してきました。ウエストもゴムになっていて裏起毛になっているので部屋着としてでも使えますし、ちょっと外に出るのでも大丈夫だと思います。もうね、こういうスカートって本当便利だと思いませんか？なんかもうこれあるとこれしか履かなくなっちゃうんですけれども、まあね、あると便利なので夏もこういうタイプ部屋着で1個あるんですが、やはり冬も冬用のちょっとあったかめのやつ購入してしまいました。そして色違いで、グリーンも色違いで購入してきました。こういう感じでね、旅行に行った時にちょっと部屋で着るのでもいいですし、帰省した時に実家のあーちゃんが帰省した時に実家で着るのもすごくいいんじゃないかなって思います。裏起毛でね、めちゃくちゃあったかそうなのですごく重宝するんじゃないかなと思って2色購入してきました。こちらも後で履いてみたいと思います。はい、お次はこちら、プチプラのあやさんとのコラボ商品で白のロゴ入りロング T シャツになります。サイズは L サイズを購入してきました。お値段は1091円です。こちらも試着したんですけれども、すごくゆったり着れる感じになっているのでめちゃくちゃいいなと思って購入してきました。袖がこうドルマンな感じになっていて、たっぷりとした T シャツですね。この文字がとてもシンプルな文字で、すごくおしゃれ感が出ているんじゃないかなと思って購入してきました。で、こちらの隣に売っていたのがこちらもプチプラのあやさんとのコラボ商品でグリーンのカーディガンになります。 L サイズを購入してきました。お値段が1728円です。これね、ホワイトもあったんですけれども、私以前 GU でホワイトのこういう感じのカーディガンを購入していたので、あまり持っていないこのモスグリーンっていうんですかね、こういう感じの色を購入してきました。ざっくりとしたケーブル編みがなんかもう冬っていう感じしますよね。で、先ほど購入した白のロゴ入りロング T シャツと合わせて着たらめちゃくちゃ可愛いと思うので、めちゃくちゃ可愛いと思うのでってなんか違う国の人みたいな言い方になっちゃったけど、こんな感じで、ほら可愛いよ。お家でまったり過ごす感じにちょうどいいかなと思って購入してきました。こちらは部屋着でも使えますけれども、ちょっとこじゃれた感じになるので部屋着でも大丈夫ですし、お出かけにも着れるんじゃないかなと思って購入してきました。いかがでしたか？以上で島村購入品動画を終わります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。